第五冬元は、江戸時代前期から、中期の苦行、御用税天皇の団系に世子孫である、一条、明の次男である、第五家の祖となった。遠方二年に、聖五意下二条人。遠方七年に、十三味左この絵中将となり、苦行に列する。同年、重帝にあたる霊元天皇から、第五の加盟を可視され、一条家から分家した。第五家は、 成果家,家の価格が認められ、江戸幕府の将軍、徳川家綱からは三百国の地行地と、本因府の旗本、岡部正綱の屋敷が与えられた。その後、県中納言、東家世知恵外弁、佐江門正右、兵衛正を経て、天那三年に立大使した朝、人志新郎の東宮県大部となった。上京元年には、県大納言兼務。上京四年、皇太子朝、 ひ氏ししの即位に伴い東宮県内部を辞する。元禄七年には、聖二家と昇る。元禄十年に、県大納言辞職。同年に皇居、京年五十。絵をよくしたとされるが、現存作品は、源氏物語画像など小水しか残っていない。第五家は、一条、明の子である、第五冬元を思想とし、聖画家の一つであった。一条家は、 九条道家の子である一条さねつを、死祖とし、設家の一つであった。山口和夫、朝廷と、公家社会、初集山口、近世日本政治史と、朝廷 ISBN978 から4から6420348072017年、P388。ありがとうございます。